アップされてる。冷たくて鋭くて、それでいて脆い。エナナンの言う通り、誰もいらない、一人でいたいって思ってるような、そんな曲。この曲、ユキが作ったんじゃない？え？あ、もうこんな時間。行かないと。花は駅前で買おう。あとはタオルと替えのパジャマと。あの、これ着替えとタオルです。それと、調子はどう、お父さん？寝てるか。そうですか。ありがとうございます。今日は荷物を届けに来ただけですから、もう帰ります。すごいじゃないか、奏。奏はこんな優しい曲が作れるんだね。きっと天国のお母さんも喜んでくれてるだろうな。奏はすごい才能を持っているよ。きっと音楽に愛されているんだ。奏はこれからも奏の音楽を作り続けるんだよ。お父さん。25時、みんないる？いるよ。今日も頑張ろうね。ケイ、昨日言ってたイラスト完成したよ。見てくれる？うん。あれ、ユキは？あれ、本当だ、いないね。夕方はいたのに。寝ちゃったんじゃない？ユキは私たちと違って普通に学校行ってるんだし、疲れてたらそういうこともあるでしょう。また夜にねって言ってたんだけどな。まあ、ユキだって寝ちゃう時もあるか。そうなのかな。ま、先に始めてようよ。ケイ、ファイル送るね。うん、そうだね。じゃあ、アミヤも進捗報告お願い。雪が来なくなってもう1週間か。雪、旅行に行くとか言ってたっけ？ううん、何も聞いてないよ。1週間も来ないとさすがに心配だよね。もしかして何かあったのかな。事故とか病気とかじゃないといいけど。ちょっとアミヤ、縁起でもないこと言うのやめてよね。でも本当にどうしたんだろう。ユキ、ケイの曲に救われたような気がしたんだ。何か連絡を取れる方法がないか探そう。うん、そうした方が良さそうだよね。心配だし。って言ってもどうする？顔も名前も住んでるところも知らないし。エナナンみたいに自撮りで顔とか部屋とか晒してたらそこから特定できるんだけどな。さらっと怖いこと言わないでくれる？でも何か手がかりがあればさ。お、チャットのログに残ってない？ユキに関係ありそうなもの。なさそう。ユキって自分のことをあんまり話さないし。
口うるさそうなお母さんがいるってことは分かってるんだけどな。お母さん？何それ。ううん、何でもない。共有フォルダとか何か残ってないかな。あれ、どうしたのアミア。見たことない音楽ファイルがある。管理者はユキで、更新日はユキが来なくなった日。あ、本当だ。ファイル名はアンタイトル？アンタイトル？そんな曲作った記憶ないけど。じゃあユキが作ったのかな。ファイルに名前付け忘れたとか。共有フォルダに入れるならユキは何か一言言いそうだけど。まあとりあえず聞いてみる。うん、聞いてみよう。え、モニターが光って、まぶしい。あ、なにこれ。